ストテーマニュースフラッシュ。こんにちは。4月8日木曜日、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。本日も重症出走予定馬より状況推奨馬を開けさせていただきます。題して恵那の状況推奨馬。まずは今週4月7日水曜日の立冬美穂の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から。私が見た時計ではシーグッドは6波論80秒台を切ってくる子が今週もいて、6波論79秒台も出ています。先週よりは時計がかかっていて馬場状態は早重です。続いてハンドです。ハンドの馬場状態は両4波論50秒台を切る子が今週はいませんでした。1番時計は4波論50秒4でした。続いて美穂です。南ウッドは馬場状態が良、今週も5波論64秒台が引き続き出ています。半マイル50秒を切る子は1頭だけいました。続いてハンドです。ハンドの馬場状態はやや重、今週も50秒台を切る子はいませんでした。1番時計は4波論51秒4でした。よければ参考にしてみてください。まずは土曜日、阪神競馬場で行われる阪神銀馬ステークスより、1頭目は細く映らず迫力満点、こちらデゼルです。はい、1周前追い切りは立冬シーウッドで6波論81秒5、ラスト1波論が11秒7をマーク。馬体が黒いため引き締まって見えることから、以前は少しだけ細く見せることがありましたが、今回はフットワークに力強さが増して見えて迫力がありました。ハンドの重心もすごく低く無駄のない動きは好印象、楽しみです。続きまして2頭目は息の入ったフットワーク、こちらマジックキャッスルです。はい、最終追い切りは南ウッドで5波論67秒7、ラスト1波論が13秒4をマークし、前肢後肢ともにバランスの良い迫力で伸びやかなフットワークに感じました。前走時の調整が個人的に本場の追い切りでの最高点でしたが、今回はより息が入って違った魅力を感じます。続きまして3頭目は硬さ増し迫力増し、こちらブランコワールです。はい、最終追い切りは立冬ハンドで4波論54秒1、ラスト1波論が12秒15マーク。姉妹にかけて迫力あるフットワークへ変換されていき好印象。1周前のハンドでは4波論50秒1、3波論36秒7、ラスト1波論が12秒5で、3波論からの時計は自己ベスト、状態が良さそうです。続きまして中山競馬場で行われるニュージーランドトロフィーより、1頭目は合図されてからが楽しみ、こちらタイムトゥヘブンです。はい、最終追い切りは日本南ウッドで5波論67秒0、ラスト1波論が12秒6をマーク。1周前最終の時計ともに自己ベストを更新。また今回前走時の追い切りでは着用していなかったシャドウロールをつけておりまして、その効果か首の使い方がより深くなって、自然と前肢が前にこう伸びるようなフットワークは非常に好印象でした。楽しみです。続きまして2頭目は足の運び方が好印象、こちらシュバルツカイザーです。はい、最終追い切りは南ウッドで半マイル51秒4、ラスト1波論が12秒5をマークし、フットワークに硬さがなくいい動きでした。特に後肢の関節が柔らかく、しっかりと馬場を蹴って進む力がありそうだなと思いました。期待してみたいです。最後に日曜日に阪神競馬場で行われる桜花賞より、1頭目は爆発力はピカイチの予感、こちらソダシです。はい、1周前追い切りは立冬ハンドで4波論52秒4、ラスト1波論が11秒8をマークし、前に馬を置いて最後にスパートをかける形でしたが、指示をよく聞けていましたし爆発力もありました。またこの週は姉妹11秒台をマークできていた子が少なかったことから、より評価を高めさせていただきました。最終も姉妹まで馬なりでしっかりと駆け抜け、期待十分の仕上がりだと思います。続きまして2頭目は毛づや張りも好調、こちら里のレイナスです。はい、1周前追い切りは日本南ウッドで5波論64秒4、ラスト1波論が11秒7をマークし、自己ベスト級の高時計。
選手の関節も柔らかく南ウッドの3番時計でした。最終追い切りは毛づやも張りもよく息の入った走りを披露、こちらも楽しみです。続きまして3頭目は先輩馬に食らいつく、こちらソングラインです。はい、1周前追い切りは南ウッドで5波論67秒3、ラスト1波論が12秒3をマーク。合わせたのは馬なりのコバ、オープン馬、クレッシェンドラブで内から 0.4 秒追走して導入しています。本馬は強めに追われてのものでしたが、しっかりと食らいついていい負荷がかかっていたと思います。最終追い切りは池添騎手がコンタクトを取り、馬なりで格上馬を追走導入、仕上がりが良さそうです。最後に一ノ瀬がどうしてもコメントしたい2頭をご紹介いたします。まずはこちら、1頭目は赤い鳥の娘です。はい、最初の動きは息の入った動きで、特に注目したのが表情でした。あんまりこういう表現はしないんですけれども、柔らかい表情はいい意味で余裕があって印象に残りました。そして最後の1頭はミニアイルです。はい、いつも姉妹はそこまで速い時計が出ないのですが、ハンドの動きは迫力もあり、2周のみの追い切りですが、両方ともしっかりと追われて、個人的には前走以上に移りました。一発に期待してみたいです。ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。